中央三井信託銀行。中央三井信託銀行株式会社。中央三井信託銀行。AA 賞。雑用三井トラストバンキングカンパニー。リミテッド略称。CMTV は三井住友トラストホールディングス傘下で、かつて存在した信託銀行。2000年に中央信託銀行が三井信託銀行を合併して発足した。 三井信託社長の古沢木一郎が会長空席のまま初代代表取締役社長に就任三つ並存していた環状系システムも旧三井信託のもので一本化。また三井グループの背景も業務上有利に進行し主導権を握っているのは三井側である。中央、三井の持株会社は設立当時、三井トラストホールディングス株式会社。 という社名であったことにも反映されている。その後、中央、三井のブランドが、中央三井新宅銀行発足から年月を経る中で確立されてきた経緯を反映して、中央三井トラストホールディングス株式会社に社名変更している。中央新宅銀行時代の1998年11月、経営破綻した北海道宅殖銀行の本州地区の営業を譲り受けた。 店舗数にして59店舗。店舗の大半は整理統合され、住友新宅銀行へ合併される直前の時点で存在したのは、旧宅銀同士の統合店舗である、借地支店、東京都都杉都支店、埼玉県のみであった。宅銀譲り受け後の1998年12月に、日本債券信用銀行との経営統合交渉に入るとの報道や、 特別危機管理銀行入り後の日本、長期信用銀行のスポンサー入札に参加するなどの動きがあった。四代目がバンクの参加に入ることを選んだ他の信託銀行と異なり、住友信託銀行と同じく単独による生き残りか、さらなる合唱連行を模索。2001年6月に旧桜銀行信託士会社である桜信託銀行株式を 三井住友銀行より譲渡され、三井アセット信託銀行、後の中央三井アセット信託銀行に社名変更。2002年2月、金融持ち株会社である三井トラストホールディングスの発足に合わせ中央三井信託と三井アセット信託を子会社化した。年金等の受託資産、マスタートラスト業務は中央三井アセット信託銀行へ移管され、 その他の信託銀行業務、法人営業、リテール、不動産、証券代行等を中央三井信託銀行が担当していた。2002年9月日本トラスティサービス信託銀行に出資し、マスタートラストは住友信託銀行とリソナ銀行の陣営に参加していた。また、2009年9月21日、同年9月20日設定分をもって貸付信託の 募集を停止した。失われた10年における不良再建処理のため、1999年までに三井信託が約4000億円、中央信託が約1500億円、宅民資産の譲り受けが主因の公的資金が優先株形式で注入された三井トラストホールイングス発足時に株式交換。本来10年後の2009年7月までに全株。 買い戻す計画が世界金融危機による株式評価損などで赤字決算となり達成できなかったため同年8月3日付で残りの優先株2003億円分が普通株式に強制転換され整理改修機構。金融庁が中央三井トラストホールディングスの筆頭株主となった業務改善命令を発令。これは破綻状態にはない都市銀行。 新宅銀行では初の事態であった。中央三井新宅銀行発足時には、旧三井新宅、マイトラスト、旧中央新宅の2つのシステム、従前からの中央新宅のシステム、C ベストと、旧北海道宅殖から引き継いだ支店のシステムの3つが、閉損るという状況であった。通帳には、それぞれ、三井新宅店舗、中央新宅店舗、 宅銀店舗の識別マークが付され、各店にはそれぞれ対応した ATM が用意されたが、対応した ATM でないと通帳記入ができないなど、取引上の制限があった。2002年1月、旧中央信託と旧三井信託の環状系システムを統合。同年5月に、宅銀のシステムも三井信託のシステムに統合し、同社のシステム統合は完了した。 生体認証は指認証に対応していた。従来、5年間の有効期限が設けられていたが、2010年8月2日以降に発行されたカードについては、有効期限が設けられない。ゆうちょ銀行 ATM でのカード入出金については、手数料体系自体は自社 ATM に準じており、平日日中の引き出しが無料、預け入れは終日無料となる。 取扱時間が一般支店よりも一部延長、コンサルプラザに設置された ATM 稼働時間帯体系に準ずるされて実施されている。2011年4月1日付で同行の親会社である中央三井トラストホールディングスが住友信託銀行との経営統合により三井住友トラストホールディングスへの衣替えに先立ち同年2月1日より 同行 ATM と住友信託銀行との相互利用手数料を無料提携を開始した。一般的なインターネットバンキングは申し込み者などの書面を利用して申し込むケースが大半だが当社の中央三井信託ダイレクトの場合キャッシュカードを発行した上でホームページからのみ申し込むことで利用者カードが送付されることで利用可能となっていた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。